Peggy 18. レジェンドイブセブンに、入ったのは確か2014年かな。一番初め、開発用のコンセプトムービーっていうのを作ろうっていう話になって、一体じゃあそのセブンっていうのはどんな、映像でどんなシチュエーションでっていうところを一回映像を作ろうっていうので映像を作ったのが始まりで、その、コンセプトビデオっていうやつは、その時点で映像のビジュアルすごくリアリティがあって、主観視点であって、そういう状況の中で一体そのサウンド的にどういう臨場感を作り出すと、その絵の見てる世界がリアリティがあって怖いっていうのが伝わるかっていうところを、まずそのサウンドデザインを見直す、要はもう僕らの一番基本的な音作りというところを一回、ゼロからもう一回見直してみようっていうところから始めたっていう感じです。ホラーサウンドっていうところに関しては、特別にその記号化された音というよりかは、まず、そのシチュエーションをリアルに描く、実感があるように描く、そこが、見てる人、ゲームをしてる人にとってはすごく日常の世界観と、間違うっていうか勘違いするような、世界を作ってあげて、そこに、ホラーであるテイストの、違和感のあるものっていうものを放り込んでいくっていうのが主な、表現の仕方になるかなと思います。そうですね、やっぱホラーを一番に考えるっていうところで、その映画だとか、そういうところをやっぱり、一番インスピレーション受けるというか、やっぱ新しくやっぱ作るっていうところがあったんで、そういう意味では今までちょっと見たことのないジャンルのもんだったりとか、そういうその今まで自分の感覚にないものを取り入れるために、いろいろ映画を見たりだとか、ちょっとホラースポットみたいなところにも行ってみたりだとか、そういうところで自分が怖いと感じるものを、新しく、引き出しとして、出せるように、そういう意味でいろいろ、インスピレーションというか、実際いろいろ見たり、感じたりっていうところを意図的に増やして、なんか新しいものを生み出せないかなっていう情報を探すっていうことを、タイトルが始まってすぐに、始めました。 Do you ever prep?What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? 僕らがその RE7 を作るにあたって、一番の重要な、守らなきゃいけないルールっていうのが、怖いということなの。誰がやっても怖いということが絶対に必要で、それは、いろんなそのホラー映画とかでジャンルがあると思うけど、どこかに偏ってしまって、それが万人的な理解につながらないんであれば、それは排除した方がいいかなっていうのがあって、なるべく誰もが分かりやすい、伝わりやすいというホラーの演出っていうところに、重点は置いていたというのがあります。その最初のプロトタイプのプロセスで、もう一つ今とだいぶ違うことがあって、マンションを主な舞台にすることは最初から決まったんだ、これマンションね。で、現代の昔のバイオってマンションの中にいろんなこの謎の仕掛けっていうのがあちこちにあって、これみんな実際使ってると不便だよね、使いにくいよねっていうのがあったと思うんですよ。で今回も、現代出す上でもっとリアルな本当の家にありそうなパズルとか仕掛けを作ろうとしてたですよね。で実際、それでやっていってみるとやっぱり、すごく地味なんですよ。分かりにくいし、解けた分達成感も薄い。でそこでやっぱ改めて思ったのが、初期のバイオマンションがああいった面白い仕掛け入れてたのは、マンション自体がやっぱバイオハザードの一つのキャラクターであって、プレイヤーのが
ビートするべき存在、倒す存在になってるんだなと。なんでキャラクターの特徴として、まあ、クランクの仕掛けがあったり、ショットガン仕掛けがあったり、そういったキャラクターを立てるイメージで、そういう要素を入れていかないと、やっぱり面白くならないんだなっていうのは分かって、結局今のような形になってますね。VR がまあ入ったことで、より嘘がつけなくなったっていうところが大きなところですかね。今までだったら、物の大きさとかは、ある程度ごまかしが効くような感じだったんですけども、やっぱり実際手に取ったりだとか、プレイヤーの距離感みたいなものがよりリアルに感じられるようになっているので、そういう意味ではそういう大きさだとかに嘘がつけなくなったりだとか、あとは窓の外とかの一枚絵で表現してた部分に関しても、実際カメラを動かしちゃうと、頭振っちゃうとバレちゃうので、そういうところがやっぱり実際本当に作らなくならなければいけなくなったとかっていうところがすごい苦労したところですね。とで、あともう一つあるとしたら、物がやっぱり近くなるので、一個一個のディティールっていうところが今まで以上にやっぱりこだわって作っていくだとか、しっかり作り込まないとユーザーの人になんかこれ嘘っぽいねとかって思われちゃうんで、そういうところはやっぱり今まで手を抜いてたわけじゃないんですけども、まあ、後回しでいいかと思ってた部分はやっぱり一番大事にして作っていくっていうふうに今回は心がけた部分です。指のところが、まあ、あれぐらいなんというか広く影響を与えるとは、まあ嬉しい誤算というか、まあそこまで考えてはなかったんですけど、やっぱりその一個一個細かく作るっていうところはすごく大事にしてましたので、何気ないああいうアイテムだとかでも丁寧に作り込んでいて、そういう部分に引っかかってもらえることがあればいいかなっていうので、まあユニークなデザインも鍵だとか特に他と違ってなんかサソリがついてたりとか蛇がついてたりとかで、まあなんかユニークなものになってるんですけども、ああいう部分に関してもやっぱりなんか他と、違いを出すっていうところだとか、雰囲気に合ってるっていうところをすごく意識して用意していってるので、まあそういう部分がなんか謎をめいた部分もあるので、そういうところがまあ不思議に思ってもらって、ああいうネットとかで話題になってくれるのはすごく嬉しいかなと思うので、まあ、そういう風に引っかかってもらえたらすごく光栄です。レジデントエブル7は新しいそのバイオハザードのサバイバルホラーのマスターピースになってほしいというふうに思って開発してきました。実際多くの方から非常に怖いゲームだ、サバイバルホラーっていうのはこういうゲームなのか、今までプレイしたことないお客さんからそういう声もいただいてます。そういうゲームになってるっていうこと自体が、私たちにとってはこのコンセプトが非常に良かったんだというふうに感じてます。で、これは私たちがサバイバルホラーのスタート、新しいシリーズのスタートにしようと思った作品です。で、ここから先っていうのはまた我々も次のプランっていうのをいろいろ考えてはいるんですけど、サバイバルホラーっていうものが次はどういうさらなる進化をしていくのかっていうことにトライしていきたいというふうに感じてます。さらに何年も先になってくると技術も変わる、お客さんの欲しいものも多分変わるんだろうとは思います。ただ僕らが作りたいものっていうのはあくまで、ホラーとして、困難に立ち向かっていく人間の姿をどういうふうに描くか、サバイバルホラーの本質はそこだというふうに考えてます。ここは次の作品もその次の作品もおそらく今後のバイオハザードは困難に立ち向かう、恐怖に立ち向かう人の姿っていうのを描いていくことになると思います。それに向けてですね、今回のマスターピースから次の新しいプランっていうのはもうすでに始まっています。次皆さんにお目にかかれるとした時に、ひょっとしたら今回のバイオハザード7とはすごく違うものになっているかもしれないですけど、ベースになっているのはあくまでサバイバルホラーっていう恐怖に立ち向かう人の姿なんだっていうことは覚えておいてほしいと思います。決してバイオハザードはそこからずれることはないと思います。